近近くで映像撮影してねえから。こんな早く飛ぶっけこの機体って、はい、機体の限界を超えるとぶっ壊れる機体なんで気をつけてくださいね。これ OK OK もう回ります、回ってます。でバンク1バンク2、うん、バンク2バンク3、バンク1はホバリングしかできないんで一歩上げて、これはマイルド、マイルド、マイルドじゃねえよ。それで2000ロゴ初体験700、うん、エルロンの舵は入るんだな。ラダはねやっぱゴブリンに比べると弱い、105だ。これを CGY にすると多分バチバチ飛ばすんだよ、ね、壊れる壊れるラダがほんと細いピン1本で飛ばせない。これはそれ2200、それで僕がいつも飛ばしてるやつだから同じ人間とは思えねえんだよな。完全にエンジンの飛ばし方になってます。おお、なんかすげえ制御されてる気がしたんだけど、今何だったんだろう。ローターか、ローターで。なんか途中で止まったってこうやってピタッとする。どうしてあんな素早く動くの。わかんねえ、俺には合わない規定だ。どうしてあんな早く動くんだよ。ノーマルモード舵入りついてる。まだ全然違う。近くで見ると速いわ。同じ設定なのになぜだってね。電動機特有の飛ばし方だなこれ。VTX717 でした。210何グラム、うん、ちょっと重いかな。いやなかなか。このサーバーやっぱいいんですよ、双葉のバッチバチ止まってる。ちなみに推奨はされてないけど、これラダーにも同じサーボです。え、ほらなんで使えんの。うん、わかんない。使えてるから大丈夫だと思います。なんかすごく